チリーン地図グーグルマップ、温宿海岸温宿海岸は、日本の南関東、千葉県泉郡温宿町の太平洋に面した海岸で、海浜である。緩やかにこを描いて東西に伸びるアジロ湾の三日月型をした遠浅の海岸で、全長約 2km にわたって続くきめ細かい白車の砂浜が形成されている。温宿海岸は、 東側から順に岩和田海岸、中央海岸、浜海岸という三つの区域、三つの海岸として人為的に区分されており、それぞれの区域、海岸ごとに海水浴場が設けられている。また、東端には岩和田漁港、西端には温宿漁港と温宿港が設置されており、これら二つの漁港と一つの一般港がある地域にも、かつては海浜があった。なお、 当地域での漁業については、漁業武士を参照のこと。海岸線の中間地点の少し陸寄りには、同様、ガツの砂漠に登場する二頭のラクダに乗った王子と王女をかたどった銅像、ガツの砂漠記念像が建てられている。御宿町六県町505の位置に所在する。1990年7月8日、グランドオープン。月の砂漠記念館前広場では、 毎年の秋に伊勢海老祭りが開催され、冬にはイルミネーションによる演出がなされる。月の砂漠記念増月の砂漠記念公園は、月の砂漠記念館の近く、温宿海岸にある、温宿中央海水浴場から陸側に上がった地点に所在する町営の記念公園である。管理上の所在地は、温宿町新町816-8か、あるいは温宿町6県町505-1。 園内に立つ、ガツの砂漠記念像は、町のシンボル的存在となっている。これは、同様、ガツの砂漠で歌われているラクダに乗った王子と姫を、かたどった二体一組からなる銅像である。1969年7月6日、初代の像が建立されたが、合成樹脂製であった。その後、月の砂漠記念館が開館した際に銅像として、作り替えられた。 温宿中央海水浴場の開設期間中は日没後に像がライトアップされ幻想的風景を演出する。温宿海岸は東側から順に岩和田海岸、中央海岸、浜海岸という三つの海岸、区域として区分されているが、それぞれの区域に海水浴場が設けられている。中央海岸と中央海水浴場を中核とした温宿海岸では、 毎年の夏になると、花火大会、ビーチバレー大会、アームレスリング大会など、秋になると、アジロワン横断水泳大会、全日本学生ライフセービング選手権、大会東日本予選などをはじめとする、様々な祭事が開催されている。岩和田海岸に開設される、便宜場、温宿長岸和田海水浴場とも言う、温宿長岸和田地崎に所在。 JR 外房線を温宿駅から直線距離で1302メートル徒歩で約15分。東隣に岩和田漁港がある。近くの高台に日清住三国交通発祥記念の石踏みがある。南南西方面に太平洋を望む。シーズン中はファミリー中心の海水浴客、観光客で賑わう。展望及び自然探照のための園地として、 南房総国定公園の一区域に指定されている。毎年の9月末に行われる、温宿秋祭りの際は、岩和田地区も重要な土玉域となるが、かかる神事の一環である塩踏みなど豪快な、裸祭りは岩和田海岸で行われる。中央海岸に開設される、便宜場、温宿中央海水浴場ともいう、温宿町、塚地崎に所在。 JR 外房線を温宿駅から徒歩約7分。真南に太平洋を望む。シーズン中、日中はサーファー夏の花火大会、温宿花火大会の際、打ち上げ花火は中央海岸で打ち上げられるため、東西に少し距離を取った岩和田海水浴場と浜海水浴場が観覧場所として推奨されている。浜海岸に開設される、便宜場。 温宿町浜海水浴場とも言う、温宿町浜地先に所在、JR 外房線温宿駅から直線距離で682メートル、徒歩で約10分、南西隣に温宿漁港がある、東南方面に太平洋を望む、年間を通じてサーファーが訪れる、南房総国定公園の指定区域の一つ、温宿ウォーターパークは、 温宿海岸及び温宿中央海水浴場のすぐ近くにある温宿町 A のプールである。所在地名は温宿町スカ2208。7月中旬から8月下旬に開設されている。全長127メートルの流れるプール、多目的プール、全長74メートルの川下りスライダー、幼児プールなどが設置されている。古くから沖合漁業が盛んである。 また、天によるアワビ漁は、江戸時代から続けられている。アワビと伊勢エビを特産とする、外房外房の海を南に控え、温宿町域はこれらの代表的産地の一つとして知られている。特に、温宿岩和田産のアワビは、勝浦産とともに、外房アワビ名義で、千葉ブランド水産物認定品に登録されている。温宿岩和田産伊勢エビは、勝浦産。 大原、大東さんと共に、外房伊勢海名義で、千葉県グランド水産物認定品に登録されている。他にも、金目鯛が特産物として知られている。御宿岩和田漁業共同組合本所の所在地。西隣に岩和田海水浴場がある。毎年の3月には、釣り金目祭りが、11月には岩和田港祭りが開催される。 温宿岩和田漁業共同組合温宿支所の所在地。北東にある浜海水浴場と地続き。南南西にある温宿港と地続き。温宿町浜地区に所在。北北東にある温宿漁港と地続き。西暦1609年9月30日、メキシコへ航海中のスペインのガレオン船さん、フランシスコ号が暴風雨によって温宿沖で座礁し。 岩和田に漂着した。そこで、地元の岩和田村の村民が、総出で、ドン・ロドリゴことロドリゴデビベロ総督を含めた、乗組員317名を救出し、着物や食料を提供した。このことは、大滝上主本田忠友にも伝えられ、事故後37日間にわたって、岩和田村民が援助をした。日清済三国交通発祥記念の石文みそれから、 ドン・ロドリゴ一行は、大田基地を訪れ、江戸幕府、第二大将軍、徳川秀忠や、駿河にいた、徳川家康に越見し、翌1610年、家康が新たに建造させた船で無事メキシコの赤プルコへ、寄港した。日本人が、太平洋を航海して他国へ行くのは、これが初めてであった。 1873年には岩倉施設団もこの話を聞かされたという。1928年、漂着現場から1キロメートルほど離れた岩和田の高台に日本、スペイン、メキシコの交通の発祥地として日清済三国交通発祥記念の日が混流された。なお、1978年には赤プルコ市と姉妹都市協定を締結しており、現在もなお、 メキシコとの交流が続いている。メキシコ記念塔を含めたメキシコ記念公園は千葉長望100系にも認定されており、眼下に温宿市街地と温宿海岸を一望できる。入場料は無料で開園時間は8時から17時。江戸時代、明治、大正時代、昭和時代、平成時代。ありがとうございます。